本日はメインの食材はこちらの白菜。白菜をメインに豚肉と白菜のやみつき和風うま煮作っていきたいと思います。なんかねびっくりするぐらいなんかわけわからんぐらい急に寒くなったんで、ちょっとねほっこりあったかいものをね作っていこうかなと思います。ではやっていきます。で今ちょっとねお湯作ってるんだけど、今回ねお揚げこちらを入れようと思ってるので、ちょっとあの油抜き用にねお湯を今片手までやっております。以上やっていきます。でまず材料のカットなんだけど、まな板が汚れないように先にまずこの人参からいっちゃおうか。はい、人参。まあこれはね人参はまああってもなくてもいいんだけど、やっぱねこういう色が入るとね彩りが綺麗になるので人参はおすすめです。よいしょ。で正直皮はあっても剥いてもいいし、あそのままでも特に気にならないので、今回は綺麗に洗って皮ごと使っちゃいます。では人参、はい、こんな感じで縦にシャシャシャっとやったら、こんな感じで短冊切りにしてあげてください。でまあ一本丸々も使う必要はないので、まあお好みの量で大丈夫です。人参は3分の1ぐらいで大丈夫かな。まあ余った人参はね別に冷凍しててもいいし、野菜スティックにして食べてもよし。ただうちはねいろいろねペットがいるのでおやつにねあげようかなと思います。じゃあ人参3分の1本分ぐらいを短冊で、今回ねしめじはもうこのままパック洗わずそのまま使えるタイプのねやつなんで、しめじは OK。 ちょっとねお湯を作ってるんで、こちらのお揚げで、まああのザルの上にお揚げを置いて上から熱湯をかけて油をね抜いてもいいし、もうこんな感じで今ねちょっと待ってね、ちょっとカメラの画角をずらすのがあれなんで、こんな感じでもうお湯作ってるので、もうこの中にお揚げちょっと入れて軽く油だけ出しちゃいます。まあ、このね作業まあなくてもね大丈夫だし、油抜き不要とかのもあるんだけど、まあこういうのしてあげるとね古い油をね摂取しなくて済むので、美味しく新鮮なね料理になります。お湯にねお揚げ浸したらもうだいぶ油が浮いてるんだけど、こちらをザルで切ってちょっと粗熱が取れたら軽くキュッて絞っちゃいます。はい、では粗熱が取れたお揚げこちら軽くね絞りました。絞るとねめちゃくちゃ油出るんで手がぬるぬるになりますので、よく洗ってね。じゃあもうお揚げは均等にカットしてあげればいいので、人参と同じ感じでこんなもんで大丈夫です。お揚げが入ることでね、まあ具材のかさ増し、安くてねかさ増しにもなるし、普通にお揚げがねすごい味がしみしみになるんですよ。であと単純にお揚げも美味しいので、今回和風のお出汁がねしっかり効きますので美味しゅうになります。はい、じゃあお次は生姜。はい、生姜です。一かけ分、こちらをちょっとね汚れてる部分だけ軽く皮だけ落としちゃいます。じゃあ生姜、こちら今回はあのまあ、すりおろしをね入れてくれてもいいんですけれども、スライスして、んこんなもんでいいかな。生姜2分の1かけぐらいでいいですね。そしたらもうこちらを軽く千切りにしちゃいます。まあ大雑把でいいですよ。これでね生姜の香りとあと温まるんでね。そしたらお次は白菜で、白菜のちょっとこの部分を落として、で僕はね白菜いつもね切ってから洗ってます。この根元がねなかなか汚れが取りづらいんで、まあこの状態になった時に一回軽くね洗ってあげてもいいんだけど、結構やっぱ詰まってるんで根元落として、まあ軽くね落としたら汚れをね水で、たらもうザクッといっちゃいます。でこのねちょっと茎側っていうのかな、ちょっと硬い部分あるじゃないですか、こっち側はちょっと細めにで、上の方になって葉っぱがメインになってきたらもうちょっと大きめのざく切りで大丈夫です。はい、でできるだけ今回このちょっと硬い部分と葉っぱの部分は分けてください。硬い部分をね火入れてる時に葉っぱ入れちゃうと葉っぱの部分だけ結構すぐねしなしなってなっちゃうんで、じゃあこんな感じで大雑把に葉っぱと茎の部分
分けてあげたらそれぞれ水洗いします、はい、じゃあ最後お肉なんかね全部結局火は通しちゃうんだけど気持ち的にはやっぱお肉系を最後にしたいよねカットするのってで今回は豚バラを用意しておりますでまあやっぱね豚バラの方がね旨味が強いし油とかは結構多めでねコクとかもあるんでおすすめなんですけれどもまあ全然ね豚こまとかでもいいですし鶏のひき肉とかねまあ豚ひきでもいいんですけどもそういうのでも大丈夫です美味しいですはいじゃあこれ結構長かったので4等分ぐらいにしちゃいます OK では火にかけていきますではフライパンにまあ油はね引いてもいいんですけれどもまあくっつかないようなフライパンだったら今回ね豚バラを使ってるので十分油が出ますので油なしで大丈夫ですもしくっつくのが心配な方はごま油でもいいですし普通に米油とかねサラダ油そっち系の油をねまあ大さじ1杯ほど入れてあげてください豚バラを軽く火を通します軽く火が入ったらこちらに塩コショウを少々しておきますはい適量そしたらここに人参白菜のこの硬い茎の部分ですねこちらを入れてちょっとまず油回します火はね強めの中火ぐらいなんですけれどもこちらで白菜とこの人参にね火を通していきますで白菜をしっかりとした、ね、食感を残したい場合はもうちょっと後から入れてもいいんだけど僕はね結構くったりとねしてる白菜とろっとした感じが好きなんでしっかりとねこの状態で火を通していきますじゃあちょっと今ね1分ほど炒めたんですけれども白菜がちょっとね透明というかね火が入ってきて軽く半透明っぽくなってきましたのでそしたらここに先ほどのお揚げたっぷりですしめじまあきのこ類ですねこれはお好みなんで今回僕はぶなしめじ入れてるんだけど椎茸とかでもいいんですよまあ、キノコ類が入るとね、やっぱ、キノコの旨味がね、すごい入るんで、おすすめです。で、ここに先ほどカットした生姜も入れちゃいます。今回生姜はね、あんまり焦がしたくないので、こういう具材が結構たくさん入って、水分が出始めてから入れた方がいいです。で、混ぜ合わせたら、お水を 100cc ほど入れます。で、この分量の割に少なく感じるかもしれないんですけれども、白菜からね、どんどん水分出てくるので大丈夫です。お酒大さじ1杯。みりん。こちらを大さじ2杯入れます。で、お醤油。こちらも2杯。大さじ2杯です。酒1で、みりんと、醤油が大さじ2杯ですね。そしてここに今回こちらのあごだしにします。もう白だしとかでもいいし、本だしとかね、そっち系でもいいんだけど、和風ベースのタレを。で今回は大さじ1杯入れちゃいます。はい。でね、今回はあごだしなんでね、トビウオなんだけど、カツオベースとかでもいいですし、そこは皆さんのお任せです。でね、こういう味付けに、今回は和風ベースなんでこういう味付けにしてるんですけれども、これとはまた違って中華風にしたいんだったら、まあ、お酒、醤油、みりんは一緒なんですけれども、そこにちょっと中華だしの、中華の素とか、あとでガラスープとか入れて、あとオイスターソースとか入れてあげるとね、ちょっと八宝菜に近いような感じの、中華風の白菜に、旨味になります。今回は和風にしますので、このまんまでいくんだけど。はい、これでね、野菜がもうちょっと、くたるまで、火を通すんだけど、ちょっとこれで味見してみてください。で、この状態でちょっと味見してみて、まだね、野菜から水分が出るので、もうちょっと薄くなるかもしれないんですけれども、これでね、濃さの調節してみてください。塩気が欲しければお塩足したりとか、まあ、お醤油とかでね、調節してくれても大丈夫です。ただまあ、今回の量だとね、これくらいだと多分、味付け僕たちのね、好みが同じな方は多分これくらいでちょうどいいと思います。はい、そしたら最後に、葉っぱの部分、こちら乗せて、ちょっとあんまりにもね、水分が飛ばないように、出して弱めの中火ぐらいでちょっと蒸し焼きにします。じゃあその間に水溶き片栗粉作っちゃいます、はい、では1分ほど蒸せば大丈夫です。いいですね。まだ白菜のね
葉っぱの部分の色味もね綺麗なので、はい、そしたら最後ちょっと混ぜ合わせて、じゃあ最後ね、ここでもう一回味見したんだけど、ちょっとやっぱね、最後の葉っぱが入ったのでちょっと塩気が足りないので、お塩、まあ少量です。はい、お塩入れてちょっと混ぜ合わせて、まあもうちょっとね、お出汁とかもね入れて出汁の香りを強くしてもいいんですけど、やっぱね、白菜ってすごい旨味が強いので、この白菜から出てる水分がメインなので、お出汁自体もね、すっごい美味しくなってます、このスープのね。ただそこにもうちょい和風のね、お出汁を追加してもいいよっていう感じですね。はい、そしたら火を一旦止めて、ここに水溶き片栗粉を入れます。はい、まあ水分と同量の片栗粉を溶いておりますので、いつもっていうか、普段ね、僕がよく片栗粉を使う料理の中では結構水分量は少ないので、火を止めてる状態で、まあこうやって回し入れてあげて、はい、そしたらこの状態でちょっとまずなじませてあげて、結構ね、すぐとろみがついちゃうんで、はい、そしたら混ざったら加熱して、最後ね、強火でとろみをつけるときはね、強火でしっかりと火を入れます。じゃないとシャバシャバになっちゃうんでね、しっかりと火にかけて、残ってたね、汁気にしっかりとろみがついたら、はい、こちらで白菜と豚バラの旨煮完成なので、まあお好みでね、黒胡椒パパッとかけたり、刻んだね、千切りの生姜とかを上に乗せて実際食べていきたいと思います。では、はい、早速実食していきたいと思います。いただきます。これでもさ、うわ、もうすんごい湯気だけど、やっぱとろみをつけてるとね、冷めないからね。冷めないね。今本当に急に寒くなったからぴったりよ。あ、ありがとうございます。じゃあちょっといただきます。はい、いや、や優しい、もう私もいただきます。いや、すごいね。ほんと優しいんだけど、うまみがすごいから、もういくらでも食べられるっていうのと、あとね、ほんのりね、後から生姜のね、風味がするのがね、上品。うん。このずっと食べられる優しい感じね。これは本当に天才だわ。すべての世代の方が大好きだと思う。うん、もうちっちゃい、じゃもう本当にちっちゃい、もう、うん、もっとちっちゃい子。本当にわかる？なんつうんだろう。でも味付けが本当に優しいから、うん、絶対食べられるし。離乳食の次に食べれる感じ、ね。そう。離乳食の子はさすがにちょっとね、固形だからだけど、うん、うまっ。なのに物足りなさとかがないんですよ、全く。でね、白菜がすごい旨味が強いんだよね。うん、この白菜の熱の入れ加減とかももう天才だね、マジでうまいわ。うわ、このとろける感じ最高。これね、ご飯のおかずにもぴったりなんだけど、もちろんさ、そのちょっと糖質を抑えたい方とかそういう方はもうちょっと汁気を多くして、うん、絹ごし豆腐を一緒に入れてちょっと煮込んであげて、形が崩れない程度に。そしたらもうそれだけで一生だね。そう一生、これもう一生だね。本当にご飯じゃなくて一緒に豆腐を煮込むことで食いごたえもね、抜群に上がるし、めっちゃ美味しいし、だししみしみの豆腐がね、食べられるのでおすすめです。これ調味料もほとんど使ってないんでしょ。だってもう、まあ、あごだしを使ったのと、うんうん、まあ、軽く塩コショウと酒醤油みりん生姜だけだから、でお砂糖とかも入れてないから、もうみりんの甘さと、あとはもうこの野菜たちの甘みですね。し
信じられない。材料がめっちゃシンプルでできるから今ちょっと材料聞いてもびっくりしてるもん。えって思ってる。ずっと食べてられる。風邪ひいてる時とか心配だろう ね。おうどんとかにかやってみて。あー優しい。そうめんでもいいね。そういう感じだよね。なのにご飯が進むんだよね。ちょっとだけ俺は千切りにしてたんでね、この生姜をね追加してかけよう。かわいいしめじ、松茸。あ、映えるね。これはうまい。うん。いやでもさ、本当にさ、余計な調味料いらないっていうか、そのさ、ブラックペッパーとかすらもいらないね。うん。あ、七味合うな。うん。では、あっという間にラストです。思ったより少なかった。全然余裕だね。ね。最後も生姜ものしちゃってますんで。いただきます。これ最後さ、かけていい？俺もかけよう。いただきます、残りね。あ、もういい俺、これ最後さ。うん。うん、これで食べてていい？確かにスプーンでもう頬張りたい。うん、これご飯にかけるの大正解だわね。ということで、はい、本日はですね、もう少ない調味料でね、あのただ煮るだけか、うん、で簡単に作れる豚バラと白菜の旨煮をこちら作っていただいたんですけども、ほんとね、素材の旨味をすごく生かされてる料理なんで、一生使えるレシピだなっていうふうに思いました。ほんとちっちゃい頃から、あのほんとにおばあちゃんおじいちゃんまで、うん、ほんと大好きな味付けだと思うしね、食べれば食べるほどね、なんつうんだろうね、夢中になるっていうか、うん、ずっと飽きないんだよね。それもまたね、すごいなと思ったし、あの中華のさ、やっぱ八宝菜あるじゃん、うん、あれって美味しいんだけど、ちょっと濃いめなんだよね。そうだ、あと油が多いかな、あっちは。そうね、うん。あ、そうかそうか。そういうのもあって、なんだろう、あっさり食べられるっていうのも、個人的にはすごいいいなと思いました。何より、まず調味料聞いて、え、それだけって思ったから、もう多分ね、皆さんも食べていただいた瞬間に驚くんじゃないかなと思います。うん、はい。はい、という感じですね。もう本当に、うん、あの、材料さえ切っちゃえば、もうあと、どんどん入れて煮込んでいくだけだから、うん、本当に調理自体もめっちゃ簡単なんで、はい、ぜひぜひ皆さん作ってみてください。作ってみてください、はい、はい、本日は以上になります。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。